はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、スナックワールドのトレジャラボックスボックス開封リベンジです。はい、アマゾンで予約してた第1弾のボックスがやっと到着しましたので、今回もワンボックス10個一気に開けたいと思うんですが、今おもちゃ屋さんではトレジャラボックスほんと売ってなくて、アマゾンでも追加の予約をして10日ぐらいでやっと到着しましたね。そして前回はワンボックス10個開けた結果、ジャラが5のスナックが5で、見事に半々のアソートでしたが、出たのは丸で囲ってあるハリセンソード、ストライプソード2、フラワーペンダント、ウッドシールド、スーパーグレートレアのクリスタルソード Z。スナックはグレートレアのジニーズは出て、あとはレアのミミック、フェアジー、イエティ、クローンが来ました。なので今回はそれ以外のピノキオバージョン 3.0 とかペンギンなどとかマーメイドを狙いたいと思います。同一アソートじゃないといいんですけど、そのあたりはどうでしょうか。ではアンボックス席に開けましょう。基本的にみんなジャラが欲しいと思うんですけど、ちゃんとサーチ対策でジャラとスナックの重さが変わらないということですが、31g、31g、31g、お、全部 31g? 見事に。31g、おー、おー、統一されてる、すご。それでは、左の列から開けようかな。一拍目。出てないジャラなら何でも OK。ミニフィギュアはすっ飛ばして、せーの、ドドン。おー、来た!ウッドアックスでしたっけ?ウッドアックスだ、やった。プチレアとはいえ、まだ持ってないやつが来ました。これはいいボックスアソートかも。いいぞ、いいぞ。前から2個目。せーの、お。開けるのがね、ベイブレード並みに手間がかかる。はい、せーの、ドドン。お、あ、マジ?ウッドアックスダブリ2個目。そんなことある？あ、ちなみにこれボックスは僕配列ちょっと変えちゃったんで、アソート配列は参考にしないでください。それでは3つ目。せーの、お。よ、お、どんどんジャラ来るよ。おー、グレートレア来た。クランクリスタルソードだ。うーわ。やった、これ見本とかで置いてあるやつだ、よく。同じクリスタルソード、あ、でも全然違いますね。名前こそ似てますが、形状は全く違って、完全新しいジャラが来ました。しかもグレートレア。これはいい排出だぞ。後で音声も細かく確認しましょう。前から4つ目。せーの、をめくって、ドドン出ない。ドドン、おー、これも持ってないやつ。これは、デストロイヤーアックスだ。順調に揃ってるな。このようなものが入っておりました。これは、あと、フェアリークリスタルナイフとか、クランメダルブローチ。このあたりが出れば OK ですね。あれでもミラーシールドも出ましたよね。左の列、最後は、切って、というか、ジャラが出まくってますね。せーの、お、ドドン。あ、ウッドシールドはダブリー。これで、もう5個出てしまったので、残り半分は全部スナックってことかな。さっきサムネイル撮影した時に微妙にボックスの配置を変えてしまったので、偶然にも左列に全部ジャラが来たって感じかな。すいません。今、録画が途切れてて、6個目と7個目開けちゃいました。で、6個目なんと、絶対スナックかと思ったら、ジャラ入ったんですよ。ストライプソード2。SD カードを入れ替えたところで、録画ボタンを押すのを忘れておりました。で、7個目が、今回初スナックのブッテリーが来ました。さすがに残り3つは全部スナックかな。というか、ワンボックス買って6個ジャラってすごくない？前回 5-5 でしたもんね、ジャラとスナックが。これはびっくり。普通にガシャポンとかのジャラって本当に出ないそうですから、やっぱりジャラ狙いならトレジャラボックスを買った方がいいってことですよね。食玩もでも来週かな？出ますよね。ドドン！お！ペンギンナイト！金フレームでしかもレアですね。ピノキオ 3.0 も来い。今回9個目。
せいのをよピンと合わせてドドン。うん、スナックのプチレアスコーピオンですね。では最後10個目、ピノキオコイ、ピノキオバージョン 3.0 コイ、パカッと開けて、お、でも感触どうだ、せいのをドドン。うん、ダブリだ、クローン、プチレア。とはいえ、ボックス開封して10個中4個がスナックで、残り6個がジャラという、超当たりボックスが来ましたね。ではまずスナックのプチレア3枚を確認しましょう。スコーピオの表側、裏側で、クローンの絵柄と、さらにブッテリー。そして金パーツのレアはペンギンナイトですね。このような見た目で、ガシャポン版と違って裏側に肉抜きはありませんね。そして6個中のジャラのうち、ウッドシールドとストライプソード2は前回出ましたから、軽く見るとこんな感じで、いつも通り非常に綺麗な塗装で表現されております。合金も使われてますから、そこそこ重みもありますね。プチレアのウッドアックス、民族のような柄が刃の部分にあって、クロリスのロゴがありつつ、確かに持ち手部分はウッド調になっておりますし、ブレードのこの辺が合金ですね。上側、下側で。これでウッドシールドを持てば、クロリスのブランドで合わせることができます。ウッドアックスはもう1個出ましたので、2個手に入って、そして持ってなかったレアのデストロイヤーアックス。クリアパーツがふんだんに使われてる上に、合金どこなんだろう？持ち手部分かな？この辺が合金なのかな？それよりクリアパーツ部分がほんと目立ってて、上側、下側で。ジャラトランクに付属してたクリアデストロイヤーアックスと比べると、造形自体は共通ですが、こっちの方が色分けがより細かくてゴージャスに見えますね。ジャラティはこういうリカラー商品割と多いですよね。そして初のグレートレアのクランクリスタルソード。表側、裏側、上側、下側で、裏側とか両面ですね。ブレードにクリアパーツがふんだんに使われておりますし、グリップ周辺のこの辺が合金かな。ブレードの内部まで造形が入ってて、むしろクリスタルソード Z よりゴージャスな見た目ですよね。体験型がまたいい。では連動音声を確認しましょう。クローンは前回レビューしましたので、それ以外の3枚をいきます。まずはブッテリー。うん、個別音声も入ってますね。さらに裏側では、このような音声で、スコーピオン。キムタクみたいな個別音声が入ってて、種族としてはネイチャーですから、これは初かな、もう一回。あーはーネイチャー。ちょ待てよ。後ろでは、ネイチャースコーピオン。スナック最後はペンギンナイト。ペンギンナイト。マイボー。マリン族で。次はジャラで、前回レビューした系は飛ばしますので、初入手のものを鳴らします。まずはウッドアックス。
冒険に立てクロリス。いつも通り。次はデストロイヤーアックス。いつものブリタニアエンチャントで。ブリタニアエンチャントデストロイヤーアックス。最後はクランクリスタルソード。聞いたことない音声だよ。ブランドとしてはクランアリーネで、チャラチャラチャチャクランアリーネ。もう一回これを踏まえて、クランアリーネですね。このような個別音声が鳴ります。はい、ということでスナックワールドトレジャラボックス第1弾をリベンジ開封した結果、ワンボックス10個一気に開けて、ジャラとスナック半々かと思いきや、まさかのジャラが6個でスナックが4個でした。しかも持ってないやつばっか出て、グレートレアまでも手に入れることができましたね。これでまたアーケードゲームで優位にゲームを進めることができますし、あと8月10日には 3DS のゲームも発売しますから、それも出たら連動しまくりたいと思います。以上、スナックワールドトレジャラボックス第1弾目覚めしクリスタルの力ワンボックス開封リベンジ動画でした。